西エグ慶応ケ4年3月4日は、幕末日本の僧侶、勤労活動家。天中組の挙兵に参加後、慶応四4年に、イギリス公使、ハリー・パークス一行を襲撃した。別名、忌名ナワ、神道、宗名、清直、ガ豪、骨道、変名は、青木、市川誠一郎。天保11年、大和国市木村常連寺に生まれる。 藤本鉄石に絵画を、伴い林公平に、国学、和歌を学びつつ尊能上位を志す。文久3年8月、藤本、友林に従い、市川誠一郎の名で天中組の変に参加。高取城攻略に失敗すると天中組を離れて、逃亡し、稲葉、宝器、田島を転々とし、鳥取藩国学方、飯田俊平の下で潜伏したりする間に、 死、書画を残す。慶応3年12月、和潮高摘田中昭介らの高野さん挙兵に参加した。その後、義軍は京都に入り解散し、朝廷後新兵となる。大政奉還後、新政府が上位を捨て外国との交際を行うことが明らかになると、佐江草ら上位士は朝廷に失望する。さらに慶応4年2月15日、 堺で乱暴を働いたフランス水兵と警備の土佐藩兵の衝突事件が発生し、新政府がフランス講師の抗議を受け、土佐藩士を切腹させたことを知ると、三氏は奮撃し独自に上位の断行を決意する。パークスを襲撃する三氏とスザク。フランスのイリ新聞レモンド・イルストレより警語を4年2月30日、イギリス講師、ハリー・パークスが、 明治天皇に一見するため宿所の地温院から御所に向かう途上、三氏は、同室ザクミサオと二人で、パークス一行に切り込んだ。西エサラは、イギリス兵九人に負傷,負傷を負わせるが、一行の警備は厳重であり、スザクはパークスに同行していた、護衛の薩摩藩士、中井博士との切り合いで胸部を刺され、後から駆けつけたと左半賛成、後藤昭治郎に斬られて倒れたところを中井に首を、 跳ねられ、三氏も、重傷を負ったところを、警備兵に捕獲され、襲撃は、失敗に終わる。3月4日、三氏は、淡田口刑場で斬首され、スザクの首と共に3日間晒された。去年29、処刑2時間前の三氏と、中井博士により首を打たれたスザクの写真が今に、残されている。この襲撃を共謀した、川上国之助、昌林織之助、 大村帝介らは密かに沖島送りとされた。新政府では、西江草らの身分を武士から平民に落とし罪人として、処刑、尊老上位の死士としての経歴を持ちながら、殉国の死士を記した、順南六項には掲載されず、靖国神社にも祀られていない。墓所は、京都市東山区、良善墓地。良善墓地内の三子の墓。ありがとうございます。